はい、こんにちは、116インズです。今回はメジャーリーガーの休みに焦点を当てていきますが、基本的に春先から秋くらいまで、ワールドシリーズまで進むチームならそれこそ11月くらいまで、ぶつ続けでほとんど休むことなく、毎日のように試合を行うのがメジャーリーガーという仕事。 怪我ですとか家族にまつわることですとか、まあそういったことがない限りは基本的には試合に出るか、チームと帯同するためそれをまともに休むことなく半年間続ける彼らは世界の中でも最もタフな仕事の一つをこなしているのは間違いないでしょう。 ただそんな屈強なメジャーリーガーたちですが、それでもたまになかなかユニークな理由で試合を欠場する選手も、ケースとして多くはないですが、たまにあり、本人がコントロールできる理由、できない理由は様々ですが、後で意外な欠場理由が発覚したりして面白いものも多い印象です。今回はそんなユニークな理由、基本的にはあまり深刻ではない理由にて、試合を欠場せざるを得なかった事例をいくつかご紹介していこうかなと思っています。それでは見ていきましょう。 はい、まずは大渋滞に捕まった事例をご紹介しますが、これは日本のファンの皆さんなら覚えている方も多いかもしれません。2021年に敵地でアスレチックス戦に投手として先発予定だったエンゼルスの大谷翔平選手が、突如として先発を回避する出来事があり、最初は一体何が起きたのか、もしかして怪我でもしたのかと少し不安にもなったのですが、実はチームバスが自己渋滞に巻き込まれてしまって、球場への到着が大幅に遅れてしまったことが原因でした。 大谷選手たちはバスを諦めて電車で球場への移動を試みますが、ここで間違った路線に乗ってしまったらしく、結果として試合前の準備を行うのに十分な時間が取れなかったことが先発回避につながってしまいました。ただ、投手としては予定通り出場できなかったものの、打者としてはこの試合に出場できまして、思わぬ形で二刀流の強みも発揮しています。それにしても大谷選手が普通に電車に乗る機会なんてもうないでしょうし、乗り合わせた人はラッキーだったかもしれませんね。 続いてはちょっとしたうっかりによるミス2012年当時トレードデッドラインでレンジャーズに移籍したばかりのライアン・デンプスターは予定通りいけばブルージェイズ戦に先発登板するはずだったところトロント遠征自体に帯同しない出来事がありましたこれの原因がなんとデンプスターがパスポートを紛失してしまいカナダに入国できないから デンプスターは1998年の MLB デビューから2012年の夏にレンジャーズに移籍するまではずっと NL のチームでプレイしていたことから AL のブルージェイズと対戦する機会が多くはなく長年パスポートが必要な場面が来なかったことからどこにパスポートを保管したのかわからなくなってしまったようですねまあこれはアメリカとカナダ国をまたいでリーグが運営される MLB ならではの欠場理由とも言えるかもしれません 続いては食べ物にまつわる事件。2016年当時ブレーブスに所属していた内野手エリック・アイバーが急遽スタメンから外れることがありました。どうもアイバーは試合前に喉の違和感を訴え、そのせいで肩などもほとんど動かせない事態になってしまったことから病院に行く羽目になってしまったんですが、原因は鳥の骨が喉に刺さっていたため。 病院で骨を取ってもらって大事には至らなかったようなんですが、それにしても当時ブレイブスの監督代行に就任したばかりのブランやスニッカー監督も、まさかこんな形で選手をスタメンから外すことになるなんて思わないですよね。ちなみに鳥の骨事件時点で、アイバーの打率はわずかに1割7分4人とスランプに陥っていましたが、翌日に復帰して以降の26試合で打率3割6人と調子を上げまして、喉に骨が刺さったのはある種の転機となりました。 次は名選手、ケングリフィー・ジュニアに関して、マリナーズ時代のケングリフィー・ジュニアがある日試合を欠場したことがあるんですが、その理由がプロテクトカップと足の間に彼の、その、えー、ジュニアのジュニアが挟まったせいでして、休まざるを得なかったことがありました。 プロテクトカップは男性の大事な部分を守るためにありますが、それが思わぬ形で攻撃性を発揮してしまったと。冒頭あまり深刻ではないものを紹介すると言いましたが、まあ男性からすればこれは深刻な話ですし、正直地面だけでも痛いので、この理由には同情してしまいます。続いては去年2022年の事例ですが、長年カージナルスを支えた名捕手ヤディア・モリーナが8月に2日ほどチームを離れることがありました。 その理由は彼がオーナーを務める母国プエルトリコのバスケチームの優勝決定戦を観戦するため ある種我々会社員が普通に有給休暇を取ってスポーツ観戦に行くみたいなノリで、それでありながら自分が所有するチームの試合を見に行くスケールのデカさも感じるところでありますが、モリーナ曰くあくまでビジネス的な理由、チームや地元の人たちのためにも行くしかなかったそうで、カージナルス側も彼の故郷プエルトリコに関連することはかなり柔軟に動いてくれると感謝の意も示していました。なお、モリーナが見に行ったおかげかはわかりませんが、彼が所有するチームは見事に優勝できたそうですね。 次は嘘か本当かよくわからない話。通算18年間のキャリアで1913本ものヒットと329個の盗塁を積み重ねた外野手、ホセカーデナルがカブスに所属していた時代、彼は1974年開幕戦のスタメンをいきなり外れたことがありました。その理由というのは瞬きができなかったから、いや、そんなことあると正直疑ってしまうような話ではあるんですが、カーデナル曰く誓って本当だそうで、冗談抜きで目が開きっぱなしだったそう。まあそれが本当なら野球している場合じゃないですもんね。 ちなみにカーディナルはこの2年前の1972年にも部屋にいたコオロギの鳴き声が気になってホテルで一睡もできずに試合を欠場する羽目になるという野球選手としての功績だけではなくユニークな理由で試合を欠場する部分でも光るものがあった選手です。 次はちょっと油断しちゃったケース。1995年に新人王を受賞し、MLB9 年間で122本のホームランを放った外野手、マーティー・コードバは、キャリアの晩年である2002年にオリオルズでプレイしていたんですが、その時に起きた出来事です。コードバはある日日焼けマシンでつい寝落ちしてしまいまして、結果顔を日焼けしすぎたあまり、医師から日差しを避けるよう指示を受けてしまったとか、その結果としてデイゲーム。まあ外野手である以上日差しを避けられないわけで、それを休む事態となってしまったわけなんですね。 ただ後年にだってコードバは曰く実は日焼けマシンで寝たわけではなく美容外科でヒゲの埋もれ毛をレーザーで焼かれすぎたせいだと説明していましたが日焼けマシンのエピソードがあまりに広まりすぎていますので実際のところどっちだったんでしょうねそして最後は本人にとってヒヤヒヤだったかもしれませんが微笑ましいエピソードを1980年代に先発投手として活躍したパスカル・ペレスはブレイブス時代の1982年に球場に一向に現れず先発登板を急遽回避する出来事がありました 実はペレスは球場まで一人で車を運転していたところ、道に迷ってしまってなかなか球場にたどり着けなかったらしいんですね。 ドメニカ共和国出身でアトランタの地にも慣れておらず、また運転免許も取り立てだったペレスは、本来だったら自宅から球場までは車で20分程度の距離だったところ、間違った高速道路に乗ってしまったがゆえに、いつまで経っても球場に近い出口を見つけることができず、アトランタ中をさまようことに、給油ついでに道を尋ねるためにガソリンスタンドへ立ち寄ったところ、店員がブレイブス戦のラジオを聞いていたらしく、みんなあなたがいないと言っていますよとも言われたそうです。 ペレスは20分の距離を実に3時間も格闘し、そのせいにようやく球場に到着して、この時ちょうど国家聖書のタイミングだったようですが、球場を見てほっとしたそうですね。ブレイブスはこのペレスのアトランタでの大冒険まで、直近21試合で19敗もする苦しいチーム事情で、急な先発回避も本来は痛いアクシデントだったかと思われましたが、この日は無事勝つことができまして、結果往来で済みました。 という感じで色々と見てきましたが、まあ、なかなかユニークというか、変わった理由も多かったのかなと思います。基本的には世界一タフな人たちが半年間文字通り身を削りながらシーズンを戦っているからこそ、こういった話があるし面白い話として語り継がれるのだと思いますが、まあ、深刻なものではない限りは、たまにはこういうのがあってもいいのかなと思います。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビーに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。